歳のレオは両親と同じく自然の風景が大好きです。今日のハイキングではトゲが生えたり花が咲いている多様なサボテンが生息する砂漠の環境を初体験します。レオは砂漠の土にも興味津々です。家にあるものとはまるで違います。美しい景色がどこまでも広がる空間で、レオは家族と一緒にゆったりと動植物を観察します。レオは急ぎ足で這って地中の巣の中に姿を隠す砂漠の虫たちにもワクワクしています。両親が触れても安全なものと危険なものを教える中で、レオの中で昆虫や植物を大切にする気持ちが養われます。新しく出会う自然の中の経験を通じて敬う気持ちと好奇心が育つのです。